日本の国際関係では日本と主要な国家、国際機関との関係について述べる。第二次世界大戦終結以降から現在までの日本の国際関係はサンフランシスコ講和条約及び各国との賠償、保障条約を経て再構築されたものである。アメリカと東アジア近隣諸国との外交関係を重要視することによって 世界との関係を維持している。BBC ワールドサービスやピューリサーチセンターが定期的に実施している世界各国を対象とした対他国感情に関する調査によれば調査対象国における対日、対日本人感情は好意的な回答を示しており日本は世界に対して良好な影響を与えていると評価されている。一方、 中国と韓国は日本を肯定的に捉える回答より否定的に捉える回答が多い傾向にある。東アジアでは古来地理的に近い中国や朝鮮などを中心に外交が行われていた。日本は儒教、漢字文化圏の一角であり、伝統的な文化の中には雅楽、水墨画、陶磁器、書道など東アジアをルーツに持つものが多い。 明治以降西洋文化を取り入れて発展した日本の文化が逆に東アジアに伝播した。欧米をはじめとする世界中との外交が盛んになるのも明治維新以降である。かつて日本領であった台湾や韓国は現在でも重要な貿易相手である。一方北朝鮮に対しては日本は国家承認しておらず国交もなく。 経済制裁を行っている。日本、韓国、台湾は、それぞれ、アメリカ軍と同盟関係にあり、相互に、緩やかな協力関係にある。一方、北朝鮮と中国は同盟関係にあり、中国と、ロシアも協力関係にある。中華圏中華人民共和国中華人民共和国。日本は1972年に日中共同声明。 および1978年、日中平和友好条約締結に伴い、中華人民共和国との国交を正常化した。1979年に開始された ODA は、優勝資金協力を約3兆1331億円、無償資金協力を1457億円、技術協力を1446億円、総額約3兆円以上を、 中華人民共和国に実施した。日本の全 ODA でもジブチ共和国と並んで国別のトップクラスである。また、対中国への ODA は約3兆円と公表されているが、それは外務省関係の公的な援助額の数字であり、財務省など日本の多機関の援助額を総額すると6兆円を上回る額となることや、 中国やミャンマーなどの非民主的国家に対する ODA は対抗の開発途上国における民主化の促進、基本的人権及び自由の保障状況に十分注意を払うという項目に違反しているという批判がある。改革開放政策の後、経済的な成長を遂げて多くの日系企業が生産拠点を持ち、また2006年より 貿易総額でアメリカを上回って最大の貿易相手国となった。靖国神社問題に関連して関係が悪化した。日本では2005年の中国における反日活動なども盛んに報道され、また2008年6月アメリカの民間調査機関ピューリサーチセンターの調査では中国を好ましくないと答えた割合が84%となり、 調査した24カ国の中で最も高かった。また、日本人の中国への旅行者も減少した。一方、中国では前年比から9%減少したが、それでも69%が日本を好ましく思っていないという調査結果となり、依然として、両国民が相互に反発していることが明らかとなった。中国の報道は、 中国共産党の統制下にあり、一般国民に日本からの ODA や謝罪などが周知されているとは言い難いが、四川王自身に際しての国際緊急援助隊の救援活動など、中国人からの感謝の意が現れる出来事もある。2010年以降、経済規模で日本を抜いて成長し無視できない存在となっている。また、以下のように領有をめぐる、 領土問題等も抱える。1、平行ガス電2、断強ガス電3、天外天ガス電4、春行ガス電5、日本が主張する EEZ 境界線6、中国が主張する EEZ 境界線ほか、沖ノ鳥島についても、中国との間で見解が対立する。国連海洋法条約121条1項に、基づき、島であり勝つ。 排他的経済水域及び大陸法を有するとする日本に対し中国は日本の領有を認めながらも2004年頃から国連海洋法条約121条参考に基づき島ではあっても排他的経済水域及び大陸法を有しない岩礁に当たると主張し日本の排他的経済水域を認めない立場である中華民国中華民国 1972年の日中共同声明以降、日本は中華人民共和国を正当な国家として公式に認定し、かつ中華人民共和国に配慮し、台湾を独立した国家とは見ないことを約束した。日本政府は現在まで、この中華人民共和国優先政策を対中対外交の基本姿勢としており、日本国政府は公式には、 台湾の独立政府を国家として認めていないが、事実上は台湾を独立国として扱う関係が続いている。2021年現在も台湾を国家として承認しておらず、双方ともに大使館を配置しない代わりに民間の利益代表部を置く。台湾は日清戦争で日本に割上されて以来50年間の日本統治時代を経験して、 近代国家の礎を築いた。第二次世界大戦後は国境内戦で共産党軍に敗北した中国国民党が台湾を支配する。中国共産党政府による台湾海峡危機などを経て日本と中華民国は共に反共の立場を取る西側陣営に所属する。その後国民党は本省人である。 離島期相当を排出するなど反日姿勢も弱まった。安全保障において台湾は台湾関係法などを背景にアメリカ軍と密接な関係にあり、日米同盟を持つ日本とも間接的な協力関係にある。一方、日台間でも尖閣諸島の領有問題があり、軽装も起きたが深刻な対立に至っていない。人的、経済的な交流は、 一貫して盛んで、海外で初めて日本の新幹線システムの一部を採用した。2005年末から2006年にかけて、台湾が防空識別圏から与那国島を外して運用していたことも判明しているが、特に両国で取り決められたわけでもなく、曖昧なままである。朝鮮韓国韓国、古来より、反日感情が強く、 朝鮮戦争中には韓国を支援するために、総会部隊や公安労働者を韓国に派遣するとともに、日本国内での韓国軍の軍事訓練を受け入れるなどしたが、1952年には韓国が竹島を占拠したことによって、竹島問題が発生している。また、日本に潜入した工作員によって、新潟日赤センター爆破未遂事件や金、 大中拉致事件などの事件が起こされている。アメリカとの同盟のもと、立正版独裁政権打倒後も、歴代の新米軍事政権が独裁を敷き、積極的に、反日教育と親日派の粛清を行うと同時に、民主化の流れを抑えてきた。近大中政権で、日本の大衆文化が自由化されて、日本への親近感を持つ、人々の増加傾向も見られた。 ロブゲン政権で近隣諸国に強硬な外交を行い日本との領土問題や歴史問題にも強い姿勢で望み国策として反日運動を活発化させ一部の国会議員が対馬の領有さえ主張し始めたリアキヒロ政権では前政権で悪化した近隣諸国との関係を修復し日本にも比較的恩恵な姿勢で望む方針を 当初は見せたが、知的財産や漁業権の侵害や竹島問題など、根本的な改善の兆しは見えていない。他方、K-POP や韓国ドラマなど韓国の大衆文化が日本で流行する、韓流現象がある。これに伴い、韓国での日本大衆文化の流入制限も徐々に制限を緩和しつつある。竹島の一置ほか、日本海の故障について、 韓国側は名称が不当として主張、日本側は国際法上認められているとして対立している。安全保障では北朝鮮問題などがあり友好国とみなされているが、韓国軍の艦艇によるレーダー照射問題や南スーダンにおける弾薬提供問題等のトラブルも多い。北朝鮮北朝鮮、日本と北朝鮮との間には安全保障、人権、 主権侵害等の深刻な問題を多く抱えており、また国交も存在しない。北朝鮮は、韓国併合に対する評価や、賠償問題、請求権問題、いずれについても決着していないとする立場である。日本政府は、日韓基本条約に基づいて韓国政府のみが、朝鮮半島の正当な政府であるとの立場である。また、賠償問題も、 韓国との条約によって解決済みとの立場である。2002年の日朝首脳会談では賠償権を相互に放棄し、日本が北朝鮮へ経済協力を行う方法で合意したと発表され、また長らく認めてこなかった拉致問題を同会談において公式に認めたが、その後は拉致問題は解決済みとし、日本政府の態度を硬下させた。その後、 国交正常化交渉の停滞を招いている。背景には北朝鮮による日本人拉致問題や不信宣事件などに対する日本の世論の反発や北朝鮮核問題などで孤立を深める北朝鮮の現状がある。日本はこれらを受けて経済制裁を北朝鮮に行った。北朝鮮は核カードを使ってアメリカからテロ支援国家指定の解除を引き出した。 アメリカは北朝鮮が核拡散防止条約や国際原子力機関の協定を守るように働きかけており、日本もこうしたアメリカの立場を強く支持している。1998年8月31日、テポドンミサイルの実験を行って、日本の大気圏内上空を通過するという安全保障の危機において、北朝鮮の核の開発、使用を凍結するために、 朝鮮半島エネルギー開発機構や米朝枠組合意への支援を続けた。アメリカ、日本、韓国はロシア連邦を加えた6カ国協議で緊密に協力して対北朝鮮政策について政府レベルで話し合いを続けてきた。現在、日本との交渉の中でいくつかの議題を話し合うことを拒否しているため経済制裁を課して 日朝国交正常化交渉を続けることも中断している。モンゴル東南アジア諸国とは基本的に友好関係を構築しており、タイ、フィリピン、マレーシアなど経済的にも文化的にも関係が深く、互いの国民に対する感情も良いとされる。また、日本はこれら各国との自由貿易協定の締結を模索している。 自衛隊の PKO としての派遣も、初の派遣がカンボジアへ、また、東ティモールへも派遣された。東南アジア諸国連合諸国との間で、定期的に、首脳会談を行い、関係を重視している。また、この海域は、中東から輸入した原油の9割近くが通過するなど、非常に重要なルートであるが、海賊が頻繁に出没する。その対策として、 海上保安庁が各国の沿岸警備隊に対して指導、共同訓練を行っている。インドネシアインドネシア、独立の際に一部の日本人が関与したこともあり、親日派もいる。2001年のアメリカ同時多発テロによって、米国との関係が悪化し、2005年まで武器禁輸などの制裁を受けた。そのため、ロシアとの関係強化を進め、 他局外交を展開している。日本との関係は良好で、LNG 貿易をはじめ日系企業も多数進出し、また、日本の政府開発援助は、ハードインフラ整備に加え、市民警察活動促進計画など、統治能力支援や、法整備支援など、ソフトインフラ整備の支援も近年行っている。スマトラ島沖地震では、金額で、 国別3位の支援を早急に決めて拠出し、さらに、アチェ州シへ、海上自衛隊の艦艇を派遣した。防災システムの構築にも支援を行っている。カンボジアカンボジア、日本からは、経済面での支援や、地雷撤去の活動なども、精力的に行われている。また、文化面でも、クメールルージュによって、破壊、弾圧された仏教の施設や、信仰の復興に、 日本の仏教界が大きく貢献している。カンボジアは日本の常任理事国入りについて普遍の指示を行っている。シンガポール・シンガポール、日本、シンガポール新時代経済連携協定を結び、日本にとって初の自由貿易協定締結国である。タイタイ、太王室と皇室との関係も良好で、日本とタイの貿易結合度は第一位となっており、 世界とタイとの平均的な結合度の4倍となっている。アサンプション大学アボックポール研究所が行った世論調査ではタイ人が一番好きな国は日本である。東ティモールフィリピンフィリピン、フィリピンの主要貿易相手国はアメリカと日本であるが近年は中国や韓国との貿易も増えている。在日フィリピン人は 大日外国人として国籍別で第4位の人口を有する。ブルネーベトナムベトナム、ベトナムは日本の常任理事国入りをどのような圧力を受けたとしても支持すると表明するなど日本に協力的である。マレーシアミャンマーミャンマー、1954年に平和条約を締結して以来友好的な関係が保たれている。ラオス南アジア地域には 歴史的にインド文化圏に属し、現代では世界最大の民主主義国家で将来の超大国になる可能性を秘めるインドをはじめとして大きな経済的潜在力を持つ国があり、近年では日本企業の進出も活発である。地政学的には東アジア地域と中東地域を結ぶ会場の交通路に位置し、日本にとって戦略的に重要である。 核実験を行った、インドやパキスタンと距離を置いていた時期もあったが、近年、両国との関係が重視されるようになり、2006年に外務省アジア大洋州局に南部アジア部を新設した。インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、ブータン、モルディブ島南アジア諸国は、日本の ODA を受けている。インドインド、 今後関係が特に親密になると期待されている国の一つで近年の著しい経済発展や情報技術での実績が注目されている。日本とインドは G4 として共に行動する立場であり、2008年10月には両国首脳が日印安全保障協力共同宣言に署名し、日本にとってアメリカ、オーストラリアに次いで 安全保障分野で正式な協力関係を結んだ3番目の国となった。さらに2010年、日本とインドは関税を段階的に撤廃する FTA を柱とした EPA を締結することで大筋合意した。これが達成されれば、日本からインドへの輸出の約90%、インドから日本への輸出では約97%に相当する物品で、 10年以内に関税がゼロになる。スリランカスリランカ、1997年、スリランカは、ビムステックのメンバーとなった。ビムステックには他に、バングラデシュ、ブータン、インド、ネパール、タイ、ミャンマーが加盟している。ビムステックは2000年以降減少している。貿易額を増加させるため日本と自由、貿易協定を結ぶことを目標としている。 2016年時点において、日本とスリランカの貿易額は、約1022.3億円であり、日本はスリランカにとって、第3位の輸入相手国、第10位の輸出相手国となっている。日本への主要輸出品目は、紅茶、衣類、魚介類、植物性原材料、奇跡で、輸出額は262.1億円。日本からの主要輸出品目は、自動車、 一般機械、電気機器、繊維製品、プラスチックで輸入額が760.2億円となっている。2018年9月現在の日経進出企業は130社であり、製造業、商社、サービス業、建設業が進出している。ネパールネパール、ネパールと日本の文化的なつながりは、日本の前奏で修行像の聖職者。 川口英海がチベットへ向かう途中にネパールを訪れたことより始まる。2000年、森総理が日本の総理大臣として初めてネパールを訪問した。2006年には日本とネパールの国交関係樹立50周年記念を迎えた。日本とネパールの関係は常に親密で友好的であり、両国の政府と国民が 地域の平和と繁栄のみならず互いの利益のために友好関係をさらに発展させることを願っているので年々密接になっている。パキスタン・パキスタン、1998年の地下核実験から2005年4月まで援助を停止していた。しかし、自衛隊イラク派遣などで安全保障の観点から中東への影響力が強い。 パキスタンの協力が必要と感じた日本政府は、当時の小泉純一郎首相が訪問したのを機に、優勝資金援助を再開した。バングラデシュバングラデシュ、1972年2月10日の国交樹立により始まった。日本は、バングラデシュの11番画目の輸出貿易相手国となっている。バングラデシュからの輸入額は、 高発開発途上国からの全輸入額全体の26%を占め、これはカンボジアに次いで2番目の数字である。バングラデシュから日本への主要輸入品目には、革製品、寄生物、冷凍エビが含まれる。2004年時点で、日本はアメリカ合衆国、イギリス、マレーシアに次いで4番目の直接投資国となっている。バングラデシュとの関係において、日本が、 政治的な目標とするものには、国際連合安全保障理事会の安保理改革への支援、加工品輸出の市場確保などがある。日本はバングラデシュにとって、重要な開発援助相手国となっている。ブータン・ブータン、1986年の外交関係樹立以来、日本とブータンの関係は、皇室、王室間の交流、経済協力等を通じて、友好関係にある。 また、日本人とブータン人は、外見が非常によく似ているとされる。ブータンは大の侵入地国として知られ、そのため、国際機関での選挙、決議等において、常に、日本を支持する重要な支援国でもある。モルディブ2009年9月21日、ウォルドルフ・アストリアにて握手を交わす、外務大臣、岡田克也、アメリカ合衆国国務長官、ヒラリー・クリントン、 オーストラリア外務大臣ステファン・スミス・オセアニアの中でも南洋諸島の各国はかつて日本が委任統治領内し占領地として統治下に置いていたこともあり関係が比較的深い。ミクロネシア連邦では日系人の年を中山やマニーモリが大統領に選ばれている。パラオはかつて日系の国を中村が大統領に就任し、 一部の自治体で日本語が公用語として採用されているなどの経緯もあり、官民とも非常に親日的である。オーストラリアオーストラリア、オセアニアで最大の影響力を持つオーストラリアと非常に緊密な関係を築いている。日米豪の防衛首脳会談が行われたこともあり、経済、軍事、外交などで共同補調を取る。2007年3月には、 自衛隊とオーストラリア軍とが国際連合平和維持活動の共同訓練、反テロ活動、津波など地域災害に協力して当たることなどが盛り込まれた安全保障協力に関する日豪共同宣言に調印した。これにより日本にとって安保分野で正式な協力関係を結ぶ2番目の国となる。日本とオーストラリアの間には相互利益、 友好といった相互関係が認められるだけではなく、緊張の要素も中には見られる。白豪主義がかつて強固に存在し、また、日本教理論も盛んだった。太平洋戦争時には、日本軍からダーウィンを爆撃されたり、また、三カン士の行進など、連合軍捕虜として、日本軍に虐待を受けた。近年の緊張の最大は、 日本の経済支配に対する懸念であったが、1990年代に日本が不景気に入るにつれて薄れていった。同時に、オーストラリアの政府と財界は、日本が輸出市場に不可欠であり、相互にとって将来の成長とアジア太平洋地域の繁栄には必要な存在であると見ている。加工貿易をしている日本にとって、 原料と食料の供給をしている非常に重要な資源国でもある。1990年には日本の輸入の5.3%がオーストラリアからのものであった。石炭、鉄鉱石、羊毛、そして砂糖を多く輸出していることから日本に対して貿易黒字となっている。また日本からの資本の投資による輸入製品や近年のアメリカ産及び カナダ産牛肉の輸入禁止によって、重要な輸出国ともなった。サモアソロモン諸島ソロモン諸島、1978年7月7日、ソロモン諸島がイギリスから独立したことを受けて日本は、直ちに独立を承認、両国の間で国交が樹立された。戦時、戦後の日本では古戦場のガダルカナル島が有名で、戦績巡りツアーや慰霊ツアーも組まれている。 ニュージーランドアメリカ合衆国アメリカ合衆国、軍事、経済、政治すべてにおいて緊密かつ重要な関係を築いている。日本にとってアメリカは唯一の同盟国であり、アメリカにとっても日本は戦略的な意味で重要な同盟国の一つでもある。両国は安全保障面で強い協力関係を築いている。第二次世界大戦で両国は アジア太平洋地域で4年間にわたって激しい戦闘を繰り広げたが、戦後はアメリカを中心とする連合国軍が日本を占領、統治した。アメリカによる日本への援助は、1946年から1951年の間にガリオア資金とエロア資金と約50億ドルが拠出され、この援助が日本の経済の早期復興に役立った。 サンフランシスコ講和条約が締結され、7年の占領時代を経て、日本が主権を回復した後は、日米安保条約での日米同盟に、基づき基地用地及び、中流経費の一部を提供している。これについては沖縄などで、縮小運動が起きることがあり、しばしば政治的な課題として浮上する。日本国内では、日米安保条約が、日本の安全保障や、 外交の自主性を損なっていると批判されることもあるが、日本政府は周辺諸国の軍事力に対する警戒感から同盟の強化を図る考えである。この両国は時に激しい経済、貿易摩擦を起こしながらも、経済関係でも強い結びつきを持っている。黒船来航から始まる経済関係は、 アメリカの経済力を背景に大きなものであり続け、アメリカは日本にとって2006年まで最大の貿易相手国であった。また、両国の経済的な結びつきの大きさゆえに、文化、監修面での差異が感情的な摩擦を招くこともある。また、日本が犯罪人引き渡し条約を結ぶ数少ない国の一つである。 日米関係は1990年代初めの経済貿易抹殺が顕著化した時に最も悪化したがバブル経済崩壊以後の日本経済の停滞1990年代以後のアメリカ経済の成長日系企業の現地化の努力などにより以前ほどアメリカにとって脅威とはみなされないようになった湾岸戦争の際には日本は 莫大な金額の資金援助を行っていたが、直接的な軍事的支援を行わなかったために、アメリカ政府から批判された。その後も日本は、小泉純一郎内閣が行った、自衛隊イラク派遣など、より積極的な安全保障上の協力を行うようになった。カナダ・カナダ、両国の外交関係は1889年の、在、 バンクーバー日本領事館の開設をもって公式に始まった。1929年、カナダは東京にアジアで初めてとなる公使館を開設し、同年日本もオタワの領事館を公使館へ格上げした。一部のカナダ系日本人の間では、後年に両国が相互に設置した常設の公使館に先駆けて非公式な接触があった。 長野万蔵はカナダに渡った最初の日本人として知られ1877年にブリティッシュコロンビア州ニューウエストミンスターに上陸したとの記録がある在バンクーバー日本領事館はオタワの公使館が設置される40年前の1889年に開設されたカナダ人の G.G. コクランが同志社大学同じくデビッドソン・マクドナルドも青山学院大学の 創設にそれぞれ関与した。1923年の関東大震災においては、カナダの蒸気船エンプレスオーストラリアとその艦長、サミュエル・ロビンソンは、勇敢にも、発災から間もなく救助活動を行ったことで、国際的に称賛を浴びた。カナダの駐在武官だったハーバート・シリル・サッカーは、日露戦争中、旧日本軍と共に戦場に赴いて、 功績を挙げたことにより、日本政府から軍三等随法省に除されたのに、加えて、旧日本軍からも、従軍機将を授与された。カナダと日本は、1928年に、外交関係を樹立して、以来、経済、政治、社会文化等の分野で重要な関係を築き、アジア太平洋地域において、能動的な役割を担っている。両国は、 国際社会の一員として、人権、持続可能な開発、平和維持活動等でイニシアチブを発揮し、これらを強力に推進している。日課関係は G7、G8、国際連合、OECD、クワッドのほかアジア太平洋経済協力フォーラムや、アセアン地域フォーラム等への参加を含む、関太平洋域における、関連団体、会合等による、 他国間パートナーシップ組織によって支えられている。2009年には天皇皇后がカナダを訪問した。中央アメリカ諸国とは人的文化的な交流に乏しいものの経済的な関係を中心に平穏な関係を保つ。また、キューバなどの社会主義国とも経済文化の両面で友好的な関係が築かれ、ペルー日本大使皇帝選挙事件でも 日本の要請を受けたキューバがゲリラの亡命受け入れを受諾するなど協力した。南アメリカは地理的に地球の真裏に位置するが、下記のように19世紀の後半からペルーやアルゼンチンと深い友好関係を有する。また、かつて日本からの移民を大量に受け入れた経緯もある。貿易関係では地理との関係が特に大きく、 戦前からの友好関係が続くアルゼンチンやパラグアイといった親日的な国も多い。その他にも、キューバ、コロンビア、パラグアイ、ボリビアなどに日系人が住み、その日系人を通じた伝統的友好関係が存在する。アルゼンチン・アルゼンチン、1898年、ロシアとの戦争に備えて、軍艦リバダビア、モレノをそれぞれ、カスが 日清として購入し、それらが日露戦争で活躍したことなどから本格的な関係が始まった。また、マルビナス戦争の最中、アメリカやイギリスなどからの採算の要請にもかかわらず、アルゼンチンへの金融措置を行わないなどの日本の独自外交は、アルゼンチンの地に地下から高く評価される。ウルグアイ、キューバ、コロンビア、チリ、パラグアイ、パラグアイ。 1937年に日本人が初めて移民として入植して以来日系パラグアイ人の貢献が高く評価されて伝統的に友好関係が続いている。1959年に締結された日本の国策による移住協定は1989年に効力が無期限延長に改定され8万5000人の日本人移住者が受け入れ可能となっている。 ブラジルブラジル、南米最大の国でもあるブラジルには30万人、近い日本人が移民として渡り、その子孫でもある日系ブラジル人を含めると200万人以上が住み、海外で最大規模の日系人社会が築かれている。日本の経済力、技術力やブラジルの資源など、相互補完的な関係が結べることもあり、距離的には非常に遠いものの日本とブラジルは、 お互いにとって非常に重要な国であり、非常に密接な関係が築かれ、遠くて近い国とも呼ばれる。1990年より日系三世まで簡単に日本の労働ビザが習得できるようになったことから、現在では約30万人のブラジル国籍者が日本に住んでおり、これは国籍別で見ると中国、韓国、北朝鮮に次ぐ3番亀目である。 しかしながら、多少相互免除協定は結ばれておらず、今後の課題となっている。両国とも、政治、経済のみならず、文化的な面からも、非常に深い関係を保つ。特に、J リーグが始まって以降、ブラジル人選手が最多数の外国人選手であり続けている。また、G4 として、共に常任理事国を目指していることもあり、 国際政治上で連携することも多い。ベネズエラペルーペルー、1872年にマリアルスゴー事件をきっかけに就航が始まった。多くの移民が渡り、南米ではブラジルよりも長い日系社会の歴史を持っており、ラテンアメリカで2番目に日系人口が多い。1990年に日系ペルー人2世であるアルベルト・フジモリが大統領に就任して、 急速に関係が緊密化したが、失脚の後、日本に亡命した。しかしその後、藤森の人権問題が浮上すると藤森が日本に滞在し続け、最終的には日本国籍を認められたことから、特に反藤森派のペルー人の間には日本に対する反感を持つ者も,もある。ボリビアメキシコメキシコ、明治の開国以降に結ばれた。 日牧州交通省条約は、それまで列強各国の不平等条約に苦しめられてきた日本にとって、初めての平等条約である。その関係で、数ある諸外国の大使館の中でも、国政の,の中枢地区とも言える長田町にあるのは、メキシコ大使館のみである。多数の日本企業が進出するなど、経済的な関係も深い。ラテンアメリカでは、 グアテマラの次の1894年に日本人移民が移住した国であり、今でも1万人ほどの日系人が同国に居住している。2004年9月17日、日本、メキシコ経済連携協定が両国間で署名された。これは小泉純一郎首相が世界経済安定化を図るために行った政策の一環であり、両国にとって歴史的なものであった。 基本的には良好であるが、死刑存続や捕鯨、また記者クラブなどの問題で一部対立が存在することもある。欧州連合第二次世界大戦以降、西ヨーロッパを中心とする北、大西洋条約機構諸国と間接的な同盟関係にある。また、皇室はイギリスやオランダ、スウェーデン、ベルギーなどのヨーロッパ各国の王室と深い友好、関係を築いている。 欧州連合とは1991年7月、ハーグにおいて、第1回 BEU 定期首脳協議を開催して、以来、継続して、定期首脳協議を開催しており、政治関係は、概ね良好である。一方で日本側は、アメリカやアジア諸国などとの関係を、欧州連合側は、アジアでは、中国やインドなどとの関係を強化していることから、日本と欧州連合との関係は、 相対的に、むしろ希薄化が懸念されている。イタリア・オランダ・オランダ、オランダ王室と皇室が親密である一方、オランダには、第二次大戦で抗戦した、サイの捕虜の扱いやインドネシアの独立への日本の、寄与などに対する悪感情が一部に残っているとも、言われる。スペイン・ドイツ・ドイツ、日独関係は、日本が近代化を進めるにあたってイギリス及び、 アメリカとの関係に次いで重要な役割を果たした。科学技術、音楽、法律、文芸などにおけるドイツの影響は現在の日本にも色濃く残っている。他方、日本が日清戦争、日露戦争で勝利し、次第に欧米列強に匹敵するほどの国力を持つようになったことで、ドイツの皇帝ビルヘルム2世をはじめ効果論を唱え、 1895年には、ロシアの求めに応じて、フランスと共に、日本に三国干渉をかけ、両島半島を清市に返還させた。1897年11月に、三島省において、ドイツ人カトリック宣教師が殺害され、この事件を口実に、清市に遠征を行い、翌1898年に、清市から、 三島半島南部の甲州湾租借地を獲得した。さらにこの直後に南太平洋のカロリン諸島やマリアナ諸島も獲得した。第一次世界大戦で日本とドイツは交戦国となり、勝利した日本はアジア太平洋や中国におけるドイツの利権を獲得したことで対日感情は悪化した。日中戦争の際には国民党軍へ、 ドイツ軍事顧問団を派遣したり、武器提供を行うなどの中毒合作を行った。しかし、第二次世界大戦で日本とドイツは、対ソ連を意識して、日独位三国軍事同盟を結んだ。だが、同盟はついに実行的なものとはなり得ず、両国は互いに不法にいながら、アメリカイギリスソ連を敵に回し、ついに敗北するという結末となった。戦後は、共に焼け野原から、 奇跡の復興を果たした経済大国として平和的な関係となり重要なパートナーとしてイギリスやフランスをしのぐヨーロッパ最大の貿易相手国となった。さらに政治の面でも共に常任理事国を目指す G4 のパートナーとして行動する。1975年に始まった主要国首脳会議ではアジアと西ヨーロッパで それぞれ最大の経済力を背景に発言力を強めた。冷戦下で東側諸国となった東ドイツに対しては西ドイツ政府への配慮もあり、日本との外交関係樹立は遅れたが1972年に東西ドイツ基本条約が締結。東ベルリンではカ島シマ建設によって1978年に国際貿易センタービルが竣工し、その後も 西ドイツよりも小規模ながら、比較的安定した外交関係が1990年のドイツ、再統一まで続いた。1989年2月の昭和天皇の葬儀、大操の礼に際し、東ドイツから、マンフレート、ゲルラッハ国家評議会副議長が派遣した。西ドイツからは、リヒャルト・フォンバイツ・ゼッカー大統領が参列した。再統一後のドイツも、 日独両国は互いに重要なパートナーとなっている。特に技術、経済、医療面での交流は活発で、日本にとってドイツはヨーロッパ地域最大の貿易相手国。ドイツにとっての日本はアジア地域で中国に次ぐ貿易相手国でもある。国際連合の国際連合安全保障理事会の改革では、日独両国が常任理事国になる案も有力で、 この点でも両国は協力関係にある。日本における輸入車の販売数上位3つは、フォルクスワーゲン、メルセデスベンツ、BMW とすべて、ドイツ車が占めている。他方ドイツでは、トヨタ、ホンダをはじめとする、日本車の市場シェアは11.6%である。なお、日本では完成車に対する輸入関税が1978年に、 撤廃されているのに対して、日本車がドイツに輸入される際には10%の乗用車輸入関税がかかるが2019年に発行した非 EUEPA により8年かけて撤廃される。サッカー交流においては、1964年の東京オリンピックに向けた日本代表の強化コーチであったデッドマール・クラマーが日本代表をベスト8へと導き、 他に日本サッカーリーグの創設など、日本サッカー界の礎を築いた。フランスフランス、フランス世界での対日間は、非常に多様で新日家もいる一方、日本を過剰に批判する者も,もいたり、不安定さをはらんでいる。日仏関係は、政治、経済面よりも文化面での交流が深い傾向にある。フランス文化は、美術、音楽、食文化、 文芸などの面で日本の近代化に大きな影響を与えた。またフランスは日本文化の支持者が多い国であり、美術、工芸、料理、大衆文化など19世紀後期のジャポニズムに始まる、フランスへの日本文化の影響もある。一方で、世界各国への高速鉄道や原子力発電所の受注では、激しい競争関係にあり、韓国や中国で、 TGV が導入されるほか、ITER でもフランスが誘致合戦に勝利した。しかしながら、科学技術開発においては、原子力エネルギー分野など緊密な協力関係が構築され、2005年には、コンコルドの後継となる次世代型、超音速商業飛行機の日仏共同開発を発表するなど、多面的な利害関係にある。ポルトガルポルトガル。 サンフランシスコ平和条約の翌1953年に日本とポルトガルは外交関係を回復した。以後、ポルトガルはアントニオ・サラザール独裁体制からカーネーション革命を経て民主化と欧州共同体化名へと大きく変化し、マカオ返還や東ティモール独立などでアジアでの植民地領土もすべて失ったが、日本ではポルトガル語圏のブラジルとの関係もあって、 日本との友好関係は安定している。1993年には、ポルトガル人種ヶ島来港450周年記念行事が行われて、マリオ・ソアレス大統領が日本を訪問し、2010年には19世紀以来の両国就航150周年を記念して、ポルトガル映画祭などが開催された。16から17世紀の近世紀と異なり、 現在の両国関係は、互いの政治状況に与える影響は小さく、経済関係も、比較的小規模である。2010年貿易額は日本からの輸出が4億7985万8千ドル、ポルトガルからの輸出が2億7063万5千ドルで、日本側の大幅な輸出超過で、かつ対ポルトガル輸出が、日本の全輸出額に占める割合は0.06%に、 すぎず、ポルトガルの全輸出入に占める、対日貿易シェアは2009年で、約0.5から0.6%で、EU 域内の貿易が約74%を占める中で、対日貿易の企業は小さい。日本からの輸出は、常用、貨物自動車や、自動車部品、電気機器のシェアが高く、ポルトガルからは、常用自動車や、衣料品、加工トマト、コルクなどが、 主に輸出される。特に天然コルクは日本で高いシェアを持っている。日産自動車が2011年2月に電気自動車用のリチウムイオン電池生産工場をポルトガルのアベイロで着工した。これはルノーのトランスミッション組み立て工場の敷地内に置かれ、2012年12月からの生産を予定しており、欧州日産自動車が 約175億円を投資する大型商談となっている。マルタイギリスイギリス、日英関係は、江戸時代前期の三浦安人に始まり、途中日本の鎖国や、第二次世界大戦による中断を挟みながら、長く続いている。特に強調されるのは19世紀後半から20世紀初頭の、日本の近代化に果たした、イギリスの役割であり、イギリスは、経済、文化、 学術、政治、軍事のあらゆる面において、日本に最も強い影響力があった。1902年、両国はロシアへの対抗として、日英同盟を結び、日露戦争や第一次世界大戦、シベリア出兵において相互に支援を行った。しかし日中戦争と日独意三国同盟によって両国は敵対することとなり、 第二次世界大戦において交戦国となった。終戦後、イギリスは連合国の日本占領に参加した。占領終了後は、両国はアメリカを介した間接的な同盟関係となり、経済、文化面でも深い関係を築いている。ウクライナさマリのジョージアスイスバチカンロシア、連邦ロシア、日露関係は、断続的に関係が深まる時期を挟みつつも、対立の時期が長い。 これはロシアが伝統的に南下政策を取り太平洋への出口を求めたため通り道の日本との間に地政学的な対立構造があるからである。満州、朝鮮半島の支配権をめぐって1904年に始まった日露戦争や1917年に起こったロシア革命に日本などの諸国が干渉して起こしたシベリア出兵終戦直前に ソ連軍が日ソ中立条約を一方的に破棄して日本支配地域に侵攻したソ連対日産戦などが起こってきた。日本のポツダム宣言受諾による終戦後も南カラフトと千島列島への侵攻を続け併合し、日本人を捕虜として連行してシベリア抑留するなどの行為が日本の人々の反感を生んだ。 1956年の日ソ共同宣言で一応国交が回復した後も冷戦の中で緊張関係が続いてきた。1986年以降に関係の改善が進み、現在の両国の間では経済的な交流も盛んだが、領土問題やそれに起因する漁民銃撃、打歩事件、資源問題なども生じており、その関係は 全く円滑ではなく、多くの日本人は、ロシア連邦との関係はかなり悪いものだと感じている。そして、日本人にとって、第二次世界大戦の終盤に、日ソ中立条約を無視して、ソビエト連邦に宣戦布告された事実と戦後の、シベリア抑留の事実は忘れがたいものであるとの主張が、抑留被害者、愛国者の立場にある人からなされることが多い。 北方領土問題。ハボマイ群島、シコタン島、クナシリ島、エトロフ島ソビエト連邦が占領した北方領土をめぐる領土問題から良好な日ソ関係の構築は進展しなかったが、領土問題においては平和条約の締結によって解決されることになっている。第二次世界大戦の終結が決定的となる日本による、 ポツダム宣言の受諾8月14日後、1945年8月28日から9月5日にかけ、大戦前から日本が領有していた千島列島、南からふとにソ連軍が侵攻し、占領、以後、ソ連を承継したロシア連邦が現在に至るまで実効支配している。ロシアは、戦争で獲得した領土と主張する一方、日本は、 北方地域を、その固有の領土として、返還を求めている。ロシアは、ハボマイ軍島、シコタン島について、日ソ共同宣言を根拠に、日本への将来の返還を示唆するのに対し、日本は、エトロフ島、クナシリ島を含む4島の一括返還を求め、これを拒否する。また、日本は、エトロフ島とウルップ島との間での国境の確定に、ロシアが同意すれば、 引き続き、ロシアによる統治を認める旨を提示したが、ロシアが拒否した。2007年に、ロシアが、面積二分割案を提示したが、なお解決のめどが立たない。日本共産党は、千島列島の全域を、日本の領土と主張する。一部では、南からふとないし、から太の返還も主張される。この北方領土問題については日本はアメリカから、 支持されており、北方領土における日本の主権を認められている。中央アジア諸国はかつてシルクロード経由で日本へも文化的な影響を及ぼしていたが、現在の人的な関係は乏しい。また、経済基盤の貧弱な国が多く、さらに海に面していないために輸送コストなどもかかる、などの理由から、 一部の希少な地下資源を除き、貿易などの経済的な関係も、他地域と比べて活発と言えない状況にある。ただ、この地域に栄えた古代王朝や仏教遺跡の研究などの学術関係での交流は活発である。西アジアは主要な原油供給元であり、経済的に密接な関係を保っている。が、文化的交流は比較的乏しい。ただし、 宗教的な対立要因がないため、住民の対日感情は比較的良好とされる。アフガニスタンアフガニスタン、日本はバーミアン渓谷の文化的景観と古代遺跡群の修復などに多額の援助を行っている。アメリカ合衆国が行った武力攻撃を指示したが、部隊の派遣は自衛隊インド洋派遣に止めている。イエメンイスラエルイスラエル、日本は 中東和平やパレスチナ問題に関して中立の立場であり政府交換が訪問する際にはイスラエルパレスチナ自治政府の双方と会談が設定されるとバランスが図られているイラクイラクイラク戦争の後自衛隊イラク派遣を行ったイランサウジアラビアトルコトルコトルコはオスマン帝国以来の宿敵であるロシアを日本が 日露戦争で勝利したことに非常に感銘を受けて青年トルコ運動など独立運動が盛んになったこともあり新日感情が根強いその他にもエルトゥールル合奏難事件などの影響もあるヨルダンアフリカ諸国は日本とは歴史的に関係が薄く観光地としてもエジプトなどの一部を除いて大きな人気があるわけでもない主に日本から アフリカ諸国への開発援助と、アフリカ諸国からの地下資源や、農水産物の輸入と日本からの工業製品の輸出という貿易関係に終始している。1993年から ODA などの経済支援を含む、経済的、人的な交流を深める目的で、日本、国際連合、アフリカのためのグローバル連合、 世界銀行が共催し、アフリカ開発会議を開始した。近年、アフリカ諸国に大使館を増やすなど、関係強化に乗り出している。その背景として、中国が現地に在住農家協などを活用して、アフリカ諸国との関係強化を行っている状況がある。これは、資源確保や国連での評価ためなどが目的であると指摘されている。ほか、 サッカーなどスポーツの分野においては、アフリカ諸国を日本に招いた試合が行われたり、また、日本のテレビ番組で、アフリカ出身の外国人タレントが活躍するなど、良好な関係を築いている。エジプト・エチオピア・ジブチ・ジブチ、2011年より、戦後初の海外基地であると同時に、日本史上初となるアフリカを拠点とする、海外基地を、ジブチに構えている。 南アフリカ南アフリカアパルトヘイトで世界から孤立していた時代にも多くの日本企業が進出して比較的密接な関係を築いていたこのため国際社会から厳しい非難を浴びていた時期に日本人は同国から名誉白人の扱いを受けていた日本は以下の国際機関に加盟している日本は自衛隊と他国軍の間で食料を 燃料、弾薬、輸送、医療等の物品や、役務の相互提供を可能とする、物品役務相互提供協定の締結を推進している。日本は順次、各国と、経済連携協定を締結をしている。具体的な協定内容は、各協定の項目に譲り、以下では単に協定名を列挙する。ウィキソースには、日本の外交に関する文書の原文があります。 ありがとうございます。